マレーシア法1963マレーシアに係る合意サバ州はマレーシアの行政区画の一つである。ボルネオ島にあるマレーシア領の東側3分の1を占める州都はコタキナバル。マレーシア国内において高度な自治権を有しており、州外との行き来には入居管理が行われ、マレーシア国民であっても身分証明書が必要となる。1881年。 北ボルネオ会社が設立され、当初は経営もしていた。1888年、イギリスの保護国、イギリス保護国北ボルネオが成立した。1963年、サラワク州やシンガポールと共に、マラヤ連邦と統合して、マレーシアを結成した。詳細は、スール王国歴史及び、北ボルネオ紛争を、参照2013年2月11日、ラハダトゥフキンに、 スールー王国軍を名乗る武装勢力が不法上陸し、治安部隊との戦闘で双方に死者が出た。ボルネオ島東部、サラワク州、ブルネー・インドネシアに隣接している。現在はマレーシア領であるが、かつてフィリピンが同地域の領有権を主張したこともある。州の大半がジャングルに覆われており、世界遺産にも登録されたキナバル国立公園や、 東南アジア最高峰のキナバル山も、このサバ州にある。なお、キナバル山は、州の旗にも描かれている。行政区域サバ州は5つの広域行政地域に分けられる。なお、地理的に近い位置にあるラブアン島は、連邦直轄領となっている。コタキナバル州内で伐採される木材の多くは、日本に輸出され、南洋材として重宝された。沖合では、 石油が生産されており、細菌ガスも発見された。一方で州都のコタキナバルの周辺には、大規模なビーチリゾートが開発されている。民族構成は、カダザン族、バジャウ族、イエーヌ、ブルーナヨンピープル、イエーヌ、ミューリットピープルなど先住民族が多数、中国系もいる。近年フィリピンの不法移民が増加している。マレー語、バカのイスラム教、キリスト教、 仏教、ありがとうございます。